では今日も両手にいっぱいペン持ってコメント読みながらハムスター描きます。正直に言って TikTok にはいろんな絵を描いてる人がいるけど、この人が一番やばいってわかるわ。みんなもそう思う？そうでしょう。僕もそう思います。ちょっと謙遜気味に言っても天才。まだまだ自分の中に眠る才能に驚かされています。ただやばいってのが、こういう発言をするとこや情緒や人間性じゃないことだけを願ってる。いや全部ネタやけんね。でもみんなは結局こういう壊れてるところが好きなんだよね。知ってる。本当は怯えてます。売れすぎる作品、大きくなる会場、増えるスタッフ。いや全部ネタやけんね。いや全部ネタやけんね。いや全部ネタやけん。ハムスター。